ありがとうございます。はい、お願いします。はい、ではよろしくお願いいたします。分子栄養学に基づくファスティングで健康的に痩せるということでお話ししていきます。えっと説明会ではだいたい1時間ぐらいかけて話しているものなので、20分に話そうと思うと、ちょっとあの飛ばしながら早口になると思いますけど、よろしくお願いいたします。 はいえっとプロフィールはこんな感じでえっと大分県出身でえっと年齢は中村さんと同じぐらいの世代ですはいえっと20代の頃にあの日本航空で客室乗務員をしておりました国際線国内線を乗務しておりましたでその後ですねちょっと珍しくその後在家のコンサルタントっていうのになってえー、アフリカアラブアジアの国々へ行ってたんですねでトータルで20年間ぐらい海外所長ばっかりしていたんですけれどその後今から8年ほど前に 国内のオフィスワークの仕事にあの変えた頃にですに、ね、ちょっと体調を崩したんですね、これ、昔の昭和の時代の <laughs> 古い時代の JAL のマークの,、はい、あの制服も古いですけど、こんな感じで飛んでおりました。 でえっと、40代半ばで,です、ね、疲れが取れない、朝は起きられない、冷え性、年中、風邪をひいているとか、もう、あのー、なんか体調が悪くて、気がついたら体重も8キロぐらい増えちゃってて、それまではちょっと運動したりとか、食事を調整すれば、あのー、戻ってたのに、全然戻らなくなった、なんかおかしいなと思って、病院に行って、検査したんですけど、どこも悪くありませんって言われて。 でもこのままだと病気になりそうなんですけどって医者に言ったらいやこれぐらいの年齢になれば誰でもありますよみたいな詰めたく言われてショックを受けて <laughs> あ,あ、そっかと思ったんですよ医者は病気になったら見てくれるけど病気にならない方法は教えてくれないんだと思ったんですねでそこから予防っていうのが重要なんじゃないのかなと思い始めましてでいろいろ試した中でファスティングが一番良かったんですねでファスティングをやるとあのこ細胞が生まれ変わるって聞きましてそれが分子栄養学というもので学べるよってこと だったのでそのの両方の資格を取りましたエキスパートファスティングマイスターと臨床分子栄養医学研究会の指導認定カウンセラーですね。 この研究会にはですね、自費診療の先生方が結構勉強しに来ているというようなあの研究会になっています。で、病気になって薬を飲むのではなくて、あの自然治癒力で体を良くしていくことが、あのいいことだよねっていうことに気がついているお医者様方がたくさん集まっているような研究会になっています。で、私は食べると食べないの両方から健康をサポートして人生100年時代、あの一生美味しく食べて、 あの元気でいるためにこう一時的に食べないという選択ということでファスティングを提供していましてでファスティングで悪いものを出して細胞を生まれ変わらせたところにいいものを入れていくっていうことをするっていうふうにしておりますその両方のサポートをしていますで今日はファスティングの話を中心にするんですけど食べる方も結構ですね細胞の話からあのいろんな話をしますのでこのセミナーもあの食べる方のセミナーもいっぱい持っておりますのでよかったらまた今度食べる方の あの話もさどこかでさせていただければなと思いますはいで2人に1人が癌になり3人に1人が癌で亡くなる時代っておかしくないですかって昔はそんなにたくさんがんの人がいたわけでもないのにこれってやっぱり食原病ですよねっていうふうに思いますで病気になって薬を飲むのではなく薬はですね 根本治療ではないですよね。対症療法です。結局、自分の体を治すのは自分の体です。で、現代の医学の薬は石油製品でできています。で、毒として蓄積していきます。で、いっ飲み始めたら一生やめられないものもたくさんあります。自分の体は自分に治すが基本だと私は思います。 で、絶食とか、あの、断食とかっていうふうにファスティングのことを言いますけれど、この歴史はですね、あの、第二次世界大戦の頃にロシアで、あの、化学兵器が使われてしまって、その時の被害者を一箇所に集めて断食をさせてたっていうぐらいに、断食をすると解毒しますというのは昔から分かってたんですね。 で精神病患者の治療にモスクワで最初に大規模な研究が行われて、でえー、絶食をすると体に良いストレスが加わるで、人間本来の抵抗力や自然治癒力が高まるということが分かった、8000人の患者の70%が回復したという結果が出まして、で他の病院でも行われて、ロシアではです、ね、90年代から保険適用になっているんですね。 で、10日間から3日間だけ、あの、3週間ですね、水だけで断食をさせてたところ、こういった疾患で薬を飲んでた人が、3日目から薬をやめることができました。15年間で1万人が療法を受けて、3分の2の症状が消えてるんですね。で、これ、絶食療法の科学っていう NHK の番組で、あの、 があの動画になってたんですけど、今消されちゃって見られないそうなんですね、このコロナワクチンの時代にその冒頭でですねいかに薬が毒か、自然治療力で治るんだよってことを言ってるような番組だったらしくて、今消されちゃってしまってるんですね。 で、実は日本で起こった例っていうのがありまして、金ネ優油症というのが昭和43年にありました。米ぬかぶらを作ろうとしてですね、石油溶剤に PCB が使われて、それが、あの、それを食べてしまったお母さんから、生まれた赤ちゃんが黒い赤ちゃんだったと。で、この黒い赤ちゃんがちょっと大きくなった時に断食をさせたら、9割方解毒をして健康になったっていうことがありました。で、ここから厚生労働省が認めました。あの、 えと断食をすするととしますというふうにふうにで,す、ね、で論文とか新聞でたくさん取り上げられてでその後今度断食道場っていうのが流行ったんですけど皆さん聞いたことありますか <laughs> 断食道場が今から15年ほど前に偉く流行った時代がありましたよね。でも私も「#」ファッシュティングに出会ったのが7年ほど前なので15年ほど前は全く興味がなかったからいや何も食べない人が1か所に集まって泊り込みで一体何をやってる集団なんだろうって思ってました。旅館とかあのお寺とかでやってましたよね。でも今考えたらあの水だけで断食をやってた時代なので危ないので集めてやってたらしいんですよ。 だけども、専用のドリンクを用いれば、日常生活の中で辛くなく、空腹感なく、我慢なく、軽く断食を実施することができますよってことを考案したのが、山田豊先生という方です。でこの方が脳がよみがえる断食力っていう本を書かれまして、これがバイブル的な存在になっております。 で私はこの先生が理事をしていらっしゃる教会でファスティングマイスターエキスパートマイスターという資格を持っているんですけどもあの今、いろんなファスティングがありますけど全部この山田先生から始まっている類似品になります。であの私たちはこうやって資格を取って勉強してますけれどもあのどうもちょっとなんか聞きかじりで,です、ね、指導したりとか指導っていうか一部分の知識でこう言ってたりとかする場合もあるのでその辺は注意です。 でえっと、落合博光さんという方が、三、えっと、冠王を取った、この一番ね、有名な野球選手の方が、三、えっと、冠王を取った現役で一番活躍した頃に、実は山田豊文先生にじきじきに指導を受けて、山田式ファスティングをやってらっしゃったということで有名になりました。 で、えっと、この、信子夫人ってね、ちょっと年上の怖い奥さんいましたけど、この方が栄養面で落合さんをすごくサポートしてたって有名な話があって、この方にも山田豊文先生が分子医学で指導していたっていうことも有名です。で、えっと、結局、あの筋肉を落とさず脂肪だけをそぎ落として、体のキレが良くなってですね、感覚が研ぎ澄まされて、アスリートにとっていいことばっかりなんですね。なので、えっと、みんながですね、真似をしてやるようになりました。 白鵬、ダルビッシュ、宮里美香とか、横峯桜とか、あとは著名人、芸能人、三河健一デヴィ夫人とか、最近ダンスで賞を取った金太郎さんとか、皆さんですね、アスリート、著名人、芸能人がこの山田式ファスティングが本物だっていうことで、これを選んでやってくださっております。で、山田式ではこういう専用ドリンクを用いるんですけど、これを飲む目的は最低限の糖分とミネラルを取ることです。 1>, で1年半かけてゆっくりあの低分子化されている、細かくなっていて、単糖類、ブドウ糖と果糖に分かれるところまで発酵されているというのが重要です。で今、類似品たくさんあるんですけど、2ヶ月ぐらいしか発酵してないものも多いので、そういう場合はまだ分解ができてないので、ただの砂糖水の場合がありますので、注意が必要です。 でえっと、こういったようなあの、いろんな効果がありますけれども、私は本当にですね、この妊活に成功するとかがすごいなって思います、毎回思いますね。で、それぞれの方にその都度別の効果が現れます。というのも、その方にその時必要な箇所が修復されるようなイメージです。例えば、私、去年の8月にコロナになったんですけど、その後治ったとはいえ、なんとなくおかしいなと思ってて、11月にファスティングしたら、 あの体の隅々に、細胞の隅々に住み着いて残ってしまっちゃったあのウイルスがこうサーっと出ていったような感覚があったりとかしますね、その時に必要なところが修復されます。で有害物質は脂肪にたまっていますということで、重金属、化学物質、カフェイン、薬、ニコチンなど、こういったものは、脂溶性なんですね、油に溶けるということで、体中の脂肪にたまっています。 ではですね、ここでクイズです。ちょっとここまで来ると誘導質問みたいで申し訳ないんですが、どちらが痩せるってことで、脂肪を狙撃できる、直接落とせるのは、運動でしょうかファスティングでしょうか ?A と思う方 ?B と思う方はい。ありがとうございます。はい。<laughs> おっしゃる通りであの、ここまでくれば B なんですね。でも、普通に考えたら一般的な感覚ではどちらでしょうか ?A っていう方も多いと思います。はい。この違いを見ていきたいと思います。 ポイントは、肝臓や筋肉にはエネルギー源であるブドウ糖ですね。グリコーゲンというものが24時間分蓄積されています。ちょっと食べないぐらいでは簡単に倒れないようにできています。けども、脂肪が燃焼するのは、このグリコーゲンを使い果たした後でないと燃え始めません。これが重要です。では、運動から見ていくと、まずグリコーゲンを使いながら2、3時間かけて頑張って運動します。でも、頑張ってもその後どうするかというと、食べますよね。 で食べちゃったら、せっかく使ったグリコーゲンを充電しちゃって、ですね、常に24時間分に戻しちゃうわけですね。なので、結果、筋肉はつくんですけど、脂肪燃焼のところまでなかなかたどり着かない。運動が有効なのは筋肉をつけたいときとか、食べ過ぎたカロリーを消費するとか、もちろん運動はとても重要なんですけど、脂肪燃焼という,いう意味では直結ではないということですね。 ではファスティングではというと、24時間かけてグリコーゲンを使い果たしますで。そこからもう外からエネルギー源になるものが入ってこないから、仕方なく自分の体にくっついている脂肪を燃やしてエネルギー源とするわけです。でその時にケトン体というものが出てきます。結果、脂肪と脂肪にたまった毒素が出ていく。ダイエットとデトックスが一緒にできてしまうということが起こります。脂肪を狙う打ちできるのはファスティングのみなんです。 っていうのも、この24時間かけてグリコーゲンを使い果たすっていうことが、なかなか普通の生活ではありえないからなんですね。ここのところ、納得していただけましたでしょうか。ありがとうございます。<laughs> はいえっと、私が提唱しているのは5日間です。5日間で男性はだいたい3キロから5キロ、1日1キロペースで落ちていきます。最高でも7キロぐらい落ちる方もいらっしゃいます。女性は2.5から3.5キロ、多くて4キロ、5キロ落ちていきます。で あのすごい早口で喋ってますけど、すいませんね。<laughs> えっと、脳は脂肪の率があの最も高い6割が油なんですね。なので、さっき言った、使用性の悪いものって大体脳に溜まっています。であの、脂肪の多いのが一番先にデトックスが始まるので、大体1日目、2日目に頭痛がする方がほとんどです。で、3日目ぐらいになると、パーって脳が晴れてきて、いきなり仕事の能率が上がったりとかします。なので、私は今、パフォーマンスアップで、あの売りが売上アップに。 つながる顕微食ファスティングということであの、経営者様の方たちにあのご指導しております。でですねあの、頭痛薬飲む人、カフェイン取る人は大体です、ね、ひどい頭痛が出ます。今もですね今日あの、最終日でやってくれてる方が、やっぱり、ね、普通3日目になると収まるんですけど、4日、5日目まで頭痛がひどかったりとかしてますね。ででもそれは、ね、出てるいい頭痛なので これ指導を受けてないと自己流でやっちゃうと、あの、頭痛が出たから私には合わないわってやめちゃう人もいらっしゃるんですけど、いや、それ大事だから頑張ってって言ってあげることが重要なので、 やっぱりあの初めての方は特に指導者についてやっていただきたいなと思います。で脂肪が燃焼すると抗酸化力が高いケトン体というものが出てきます。これがですね、体中を巡って血管や細胞を大掃除してくれる、そして脳はみんな糖で回ると思ってますけど、実は油を栄養として動く神経があるので、認知症やアルツハイマーでとってもいいんですね。今の私のお客様で最高齢は72歳の方ですけど、この方もすごくやっぱりアンチエイジ,ジングにいいですね。 で血液がですね、普段どうしてもドロドロになっています。これが5日間やるとものすごくサラサラになった感覚が味わえます。それからですね、オートファジ、これすごく重要なんですけど、えー、2016年に大隅教授という方がノーベル賞を取りました。えっと、細胞はですね、誰でもこの左側のようにあの一部壊れた部品があったりします。これをですねあの、ファスティングをすると、こう捨ててですね、きれいな部品だけを集め直して、体中の細胞をきれいに整えてくれるって言ったんですね。でもこれ、細胞が気が 状態の時にしか起こらないんです、すこれ、オートファジーが起こるよって16時間断食の方たちがえらく言うんですけど、起こりかけて食べたら止まるっていうのを毎日やってもあんまり意味がなくて、5日間やることでぐぐグっと何十倍もこれを起こすっていうのが目的でやります。で、毎日5000個もの細胞はがん化しては消えていってるって聞いたことはあるかと思うんですけど、毎日私たちの免疫力で殺していってるんですが、 免疫力が下がってたりとか生活習慣が悪くなっているとこれが1個でも2個でも残っちゃったら10年20年かけて増殖したものががん細胞になっちゃうんですね。で、ファスティングをするとこれが自分で死んでくれる。自分、あのアポトーシスと言いますけど、なのでこのオートファジア、アポトーシスが起こるだけでもすごく私たちの,あの病気の予防になります。で、5日間の おすすめする理由は、1日目はさっきも言いました、24時間かけてグリコーゲン抜くだけで終わっちゃうんですね。ここで食べちゃったら、全然元に戻りますからね、鈴木先生。<laughs> で、2日目になったら、脂肪燃焼とか、ケトン体放出、オートファジア、ポトーシス、それから鳥獣遺伝子にスイッチが入るとか、ヒートショックプロテインが出るとか、いろんな効果がですね、2日目からグググってくるんですね。で、3日目にようやくピークが来ます。これ、ちょっとでも食べると止まります、この効果が。 ケトン体っていうのも,もう食べたらストンって止まります。で、3日目から10日目がピークなので、ピークを超えてですね4日目、5日目、ここでぐぐぐっと最後の効果がものすごい出ますね。なので、私は初めての方にも5日間をお勧めしています3日ででやめるプチ断食もも実はもったいないなんです。 この準備職からね、この助走から始まるんで、ここまで持ってくるのが大変なので、ここまで来たらすごく楽になりますので、もう5日目になったら、あ、もうちょっとできるって言って伸ばしたいっていう方も多いです。6日目、7日目までやる方も多いです。で、空腹感がない理由は、ちょっと血糖値を下げなければ空腹感ないよってことで、ドリンクが優秀だって話です。ちょっと飛ばしていきます。で、これ、これは40代の男性で、えっと、 5日間やった後に血液検査ですべてが正常値になってびっくりしましたとか、半年で2回やってくれて、その間にセルライトケアっていうのをやったら10キロ落ちましたっていう女性とかですね。で、最後にファスティングとダイエット、食事制限の違いをお伝えします。えっと、ダイエットとか食事制限っていうのは、血糖値が乱高下しちゃいます。食べたり食べなかったり、少ししか食べなかったり。そうするとですね、体にとても負担なんですね。 ななのであまり良くないで食事制限をやると低血糖状態の時間帯があるとするとその間っていうのは私たちアドレナリンを出してとりあえず頑張るんですねでもアドレナリンってホルモンなので必ずもうすごく疲れがきますで短い時間しか持たないその後に何が起こるかっていうと糖神って言って筋肉を壊して糖にするってことを体は起こしています。 なので、これをやると筋肉が落ちた下水した変な痩せ方をしてしまいます。16時間断食とか1日1食やってる人は私見たら分かります。この方、病気か16時間断食、どっちかだなって思いますね。でも私がやってるのはアスリートがやるやり方なので筋肉を落とさないです。で細胞が飢餓状態ではないですよね。中途半端に食べるから。そうするとケトン体は出ないし、オートファジーは起こらないし、アポトシスも起こらないし、あんまり意味がないんです。で低栄養状態になっちゃいます。 人生100年時代、しっかり食べられる体にならないといけないのに、食べられなくなっちゃいます。あの、瀬戸内寂聴さんって99歳までステーキバリバリ食べてらっしゃいましたよね。あと、清路科病院の日野原先生とかも、100歳超えてもお医者様されてた方も、やっぱり亡くなるまでお肉バリバリ食べてらっしゃいました。で、食事制限をしちゃうと何がいけないかというと、食べる量を減らすと、体の代謝ってそれに合わせて小さくなるんですよ。で、これをずーっとずっとやってたら、 ある時普通に食べたとするしても、この代謝って簡単に戻らないんです、一回落ちちゃったら。なので、この余った分必ず太ります。で、この代謝ってほっといたら、年取ったらもっともっと細っちゃいますよね。 なので、若い時にこれ、絞る必要は全くなくて、逆にちゃんと食べられる体になっておかないといけないんですね。なので、私は普段しっかり食べることを分子医学的にご指導して、で、時々5日間の本格ファスティングをやるっていうのが一番健康にはいいですよっていうふうにお伝えしております。はい。長くなりました。一旦ね、ここで止めたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい、ね。うん、ありがとうございます やっぱ私がい,いかにいい加減にやってるかがいってます。<laughs> <laughs>